お、ゲリオン SP だって。はい、ということで、カズボです。今回からですね、ストーリー追加されたんで、15章まであったんですけど、16章から18章まで追加されて、あと、ハードモードがね、なんか追加されたみたいなんですよね。ただ、ストーリーがね、あの後どうなってるのかっていうの気になるので、多分そこら辺、また、後の、モンスターズとか出てきそうですよね。ゲリオン。ゲリオンが何、何 ?S なの?ゲリオンってドラクエ7に出てきましたよね。羽の生えた。ゲリオンとユニコーン。ゲリオンが S なんだ。お、S ランク追加記念。S ランク1体確定。またジュリアンテと嘆きの亡霊が出てる。ストーリーにあるボタンをタッチすると難易度を切り替えられるので早速挑戦してみるよ。いや、そうだけどさ、16章が出てるから16章行こうぜ。特技を使え。こんな感じになってるんですけど、どうすかな。プラチナ杯を終えてが終わって、あ、そっか、終わってっつうか、なんだこれ、バトルロードもすげえ増えてんじゃん。ちょこちょこやっていこうか、これもね。あ、まあ、バージョンが上がったぐらいの勢いだよね、これね。じゃあ、まあ、とりあえずよくわかんない。強いキャラから行こうか。13,500。まあ、今いるのでも強いけど。まあ、もっと強いのはいいけどね。レベル上げがてら言ってるんで。まあ、どうなるかちょっとわかんないですけどね。はい、ストーリー読みながら行きます。みんなプラチナ杯優勝おめでとう。それにしても。ああ、もうお天気は悪いし、お客さんは酔っ払って暴れるし、お店なんてやってらんないわ。プラチナ杯が終わってから、みんなずっと変な感じなの。宝玉が集まった途端だもんね。まるで世界が変わっちゃったみたいだ。この宝玉に何かあるのかな?あれから全く光らなくなるし、どういうことかさっぱりなの。カズボはどう?宝玉の声は今も聞こえる?そっか、聞こえないか。ぐー、何か喋れなの。うるせえ、お前はちょっと黙れ。お、大ガラス。なんなの?急にどうしたの?村のモンスターにも影響が出てるんだ。元に戻してあげないと。おお。大ガラスってドラクエ3イベントの時限定で出てきてた。まあ、仲間入れたけど。だよね。お、ってことは、強化できる、ここで。おお、さすが400でも知らないか。47くらったよ、アリーナ。まさかこの村の者にまで本当に以前にも増して凶暴化してしまうものが増えておるな。こんな状態でマスターリーグは開催できるんでしょうか。お、マスターリーグ。お届け物だぜ。ホルトーンからの手紙だ。なんと、マスターリーグの招待状と会場への地図ではないか。王様はマスターリーグをやるつもりなの?あ、カズボ宛ての手紙も入ってるよ。なんて書いてあるのかな?さて、一筋縄じゃいかねえだろうな。カズボ、そしてその仲間の諸君、プラチナ杯での活躍見事であった。我がブラバース大陸は今不穏な空気に包まれておる。だがこんな時だからこそ皆を元気づけなければならない。そのためにマスターリーグが、そしてカズボーの力が必要なのじゃ。そなたはさらなる活躍を楽しみにしておるぞ、ホルトン。ふふん、王様にそんなこと言われるなんてさすがカズボーなの。こんな時だからこそか、確かにそうかもしれないね。ホルトン王に会えば、
宝玉や数坊のことも何かわかるはずじゃ。意地でも王様からいろんなことを聞き出しちゃうの。おお、さてこの先どうなっていくんでありましょう。ここまで埋まればね、あのチケットでもう何回もできるんで、大ガラスとかもすぐね、マックスにできるかなっていう。多分入ると思うけどね。はい、1万3000。お、150ずつ上がってるね。お、ここはアルミラージ仲間入りますね。だから火とかが結構、火と氷か。だからね、ゾーマはいいとして火と氷だから、まあ別に今変えなくてもいいけどね。ね、おすすめ編成か。あ、違う。ギーラ使ってどうする？火と氷だっつってんの。まあ、結局は100なるよね。だからこんなんでいけばちょっと楽なんだけど。だからこれで一回ね、100とかでクリアしちゃって、だから一回100とかでクリアしちゃって、後でチケット使えばいいんで、ね、これでレベル低いので、ここでね、チケット、まあ、チケットってやればスキップして、ね、大ガラスとか入るでしょうから。まあ、これは裏でやっときますけど、とりあえず攻略しよう。16章も多分 T1 ぐらいまであるんじゃないかな。またボスとかいいと思うけどね。最初やった時すげえ辛かったけど、もうレベル100とかなってるから、マスターリーグが開催される城下町に行くには船に乗って海を越えなきゃいけないんだよね。カズボードの仲間である我々全員が全力を出し切り、マスターリーグへ挑む。気を引き締めていきたいですね。皆さん頑張りましょう。おお。よし、みんな、しっかりついてくるの。全員全力で行くの。いや、なんでモナンが仕切ってるんだよ。うー、港町への道のりは結構険しいね。ん？はあはあ、一体何なんだよ、あいつは。村のみんな、うー。君どうしたの？すごい怪我してるよ。村が、オイラの住んでた村が見たこともない魔物に襲われたんだ。オイラは何とか逃げ切れたけど、他のみんなはどうなったのか。あんな化け物じみた強さのやつ、今まで見たことないよ。村のみんな無事だといいけど。ひどいの。もしそいつに会ったら、コテンパンにしてやるの。無茶だよ。村一番の力自慢だってあっという間にやられちゃったんだ。顔に十字傷のあるとても大きい魔物で、両手に持っている盾のようなものを振り回すだけで、突風が起きる勢いだった。これが出てきたね、多分ね。多分、新モンスターだと思うけど。違うんか。待って、両手に持ってるって、あいつかな？シールドなんたら。でもあれ、なんだっけ、石像みたいな、多分ね、15章の時に、なんか見たことない石像、盾持ってるようないたよね。それかもしれないよね、でもね。ひょっとしたらまだこの辺りうろついてるのかもしれない。先に進むなら気をつけていくんだよ。まあ、どっちにしろと新モンスターだよね。あ、間違えた。逆だ。氷使ってくるだった。氷弱点と間違えた。逆だった。やばい、いけるでしょ。さっき聞いた魔物らしいやつはいないみたいだね。それにしても村一つ壊滅させるほどの力があるなんて恐ろしいな。ああ、助けて。あ、あっちにも傷ついてる子がいるの。小指スライム、あの子を傷の治療を頼むよ。任せて。う。おいお前、ひどい怪我じゃねえか。そこの奴らにやられたのか。
違うよ。僕らはその子を助けようと。悪党ってのは言い訳がひどいな。俺様見たぜ、こいつらがこのモンスターをいじめてる男をな。その声は悪も。てめえら悪党の渇望一味をぶちのめしまえ。また卑怯なことやってる。半分ずつ行こうか。16章半分やって。まあ、あれからだいぶ強くなってるんでね、こっちもね。氷と閃光だね。まあ、いけるだろ。13,800 に対して19,000もあるからね。おい、カズボーって、プラチナ杯で凶暴化の原因を作ったっていうあいつか？けけけ、そうだぜ。すべての元凶はこいつ、カズボーにある。なんてことを言うんだ。ここまでやるなんて、いつもの悪夢らしくないよ。俺様はいつだって悪夢様だぜ。さあ、カズボー、俺様の前にひれ伏すんだな。いいえ。そうなの、ひれ伏す必要なんかないの。悪も、いい加減元に戻るの。黙れ、悪党。さあ、こいつらを懲らしめてやろうぜ。覚悟しろ、カズボー。いや、カズボーが相手じゃない。お前の相手は、私の周りにいるモンスターだ。まあ、氷だね。火は分が悪いな。おお、毒効くね。ちょっと変えないとまずいよ。落ちるわ、毒で。あぶね。なんとか助かったけど、あと一旦あったら危なかったね。傷を治してくれてありがとう。さあ、早く安全なところに逃げて、後のことは僕らに任せ。悪も目を覚ますの。バシン。うわ、モナのビンタス強烈、痛そう。あ、俺様は一体何を。悪も。うぐ、いて、いて、うぐぐ。へ、へ、今日は油断したが、次こそ必ずお前らを署名せ見せるからな。悪も、やっぱり彼は自分の気持ちであんなことをしてるわけじゃないんだ。絶対そうなの、間違いないの。元に戻す方法を見つけたいね。モナのビンタが結構効いてたし、それで何とかできるかも。いざという時は任せるの。モナンビンタやばいね。ドラキーロードとかつってさ、なかったっけ前。ハードとかなってなんか追加されてるってことか別に。弱点が火だからまあこれでいいか。こここそ。竜王とかすごいよね。ドルマーとかも使えるし。わあ、海なの、大きいの。港町まではもうすぐだけど、疲れも溜まってるし、ここ、ちょっとここで休んでいこうか。わい、カズボー、あっちに行ってみるの。か、海賊だ、海賊が出たぞ。うむ、いきなり海賊呼ばわりなんて失礼なの。違うよ、本物の海賊だよ、助けに行こう。お、なんだ？なんだあれ、船が燃えながら沈んでいってる。ボロボロになってるお家もあるよ。何があったの？村が海賊に襲われて通りかかったモンスターが助けようとしてくれたのはいいんだけど、ものすごい暴れ具合で村のみんなまで巻き込まれちゃったんだ。でも大きな両腕の盾で海賊から守ってくれる姿はとてもかっこよかったな。両腕盾か。この間別の村を壊滅させたやつも盾みたいなものを持ってたって話だよね。何か関係があるのかな。それにそんな姿を前にどっかで見かけたような。うん、村を襲ったり助けようとしたり、どういうことかよくわかんないの。考えてもしょうがない。とにかく今は傷ついた村のみんなを助けよう。そうだよね。なんか味方なことしてみたり。
素晴らしいね。まだ余裕ある戦いできるよね。だんだんやばくなってくるでしょうけど。うう、海賊の残党が邪魔にが入ったけど、とりあえずみんな無事みたい。ありがとう、助かってよ。あんたたち優しいんだな。それほどでもあるの。カズボーの慈悲に感謝するの。カズボーってマスターリーグに出場するあの？そうか、だから港町を目指してたのか。僕たちは決して危ないものでは。わかってるよ。悪い噂をちょくちょく耳にしていたが、あれは嘘だったみたいだな。マスターリーグ頑張れよ。応援してるからな。わかってくれるモンスターもいるんだね。なんだか嬉しくなっちゃうな。それにしてもたった一体で海賊を討伐してしまうなんて、本当に気をつけていかない、いかないとね。そうだね。やってないことやったとかね、言われたら嫌だもんね。ここまでとりあえずやろうか。ボスって書いてるから。ね。お、これ、風が効くんだ。風と雷。風と雷で、ここクリフトでもいいかな。風、そうだね。まだ覚醒させてないからね、完全にね、自分も。ザメハを覚える。初回。やっぱりあの宝玉の光に原因が。スラクト、何か考え事なの？うん、宝玉を僕たちが輝かせたせいで、今の混乱が起こったって考えてるモンスターたちがいるでしょ？全く失礼な話なの。王様はこんなことになるって分かってて商品してたの？それはどうだろう。でも、手紙の内容を見る限り王様にとっても不測の事態だったんじゃないかな。そうじゃなきゃ、カズボーに直筆で手紙を送ってきた理由が見当たらないよ。なるほどなの。これは深い事情がありそうなの。本当に分かったのかな。何せ王様に会うっていう僕たちの目的は変わってないし、頑張っていかないとね。全部聞き出してやるの。レッツゴーなの。はい、聞き出してやりましょう。お、ゴールドマン。おっと、ここから先は簡単には通さぬぞ。ホルトーンからの命令で、出場者の力試しをしろと言われている。ふっふっふ、望むところなの、負けないの。だからそっちも消化しながら行かなくちゃないってことだよね。しまった。ホワイトキング入れたかったのに。変な AI に頼らないのがいい。やばいよ。バギークロスないときついよね。硬っ。え、何これ。
呪文、うわ、ちょっとやり直さなくちゃいけない。なんで12しか効かないのこれ。守備力が元に戻った、そういうことか。え、ゼロって。でもなんかいけんね。ギリギリいけんね。バイトキングいたら楽だもん。ちょ、間違えちゃった。連れてくんね。バギークロスとか、あと悪魔神官とかもね、暴風とかキューブまで上げてるから強いかもしんない。まあいいや、勝てたから。見事な戦いぶりであった。先へ進むといい。健闘を祈っているぞ。だから、ありがとうなの。要は、パーティー変えればいい。そうか、カズボウは無事に関所を抜けたか。各地でモンスターの凶暴化が激しくなっておるようじゃが、無事で何よりじゃ。それにしてもこんなことになってしまうとは。このままにしておけば、世界は滅亡の意図をたどってしまう。それ言い過ぎってわけでもないですよね。でも、じゃが、カズボウなら世界を救うことも。待っておるぞ、カズボウよ。なんかすげえ期待されてるけどね。これはまずい、さすがに。5ターン以内か。クリフト、待って。これさ、呪文だったらだってすげえ効くじゃん。だってここにワイトキング出てこないのがなんかちょっとおかしいもん。でしょ？で、風だから、まあこれでいいんだと思うけど、あんまり役立たなかったよな。どうせ上げるんだったらこれで、まあ行くって手もあっけどね。ちょっともう一回やってみようか。ん？新しいとこ行っちゃってないよね。あ、そうだね。さっきと一緒だね。たまに取れてない時あるから、イベントずっと見れるようにはしてるんですよ。あ、しまった。いつもなんかミスちゃうな。絶対やられちゃうじゃん、こんなの。どうやったら食らわないんだろう。
まあ、うまくやればいけるよね、これね。1400いった。あー、ジュリアンって落っこっちゃったね。で、まあ、どうすればいいんだろうな。食らう前にやっぱ出さなくちゃいけないよね。回復しながら攻めるしかないんかな。スクルトかけて、そっか、スクルトかけて、スライムエンペラー連れていけばいいか。でもスライムエンペラーでも落とされんもんね。まあでもいいか。ちょっといろいろやっぱ試してみれば、まあこんなこと裏でやってるんで自分。まあ次からはね、カットしたりしますけどね、さすがに。エンペラー動くの遅いな。ちょっと怖いからやられたくない。とりあえず何ターンか上がってもいいから。いけたね。エンペラー意味なかった。エンペラーじゃねえや、誰だっけあれ。ゴッドマスク、ゴッドライダー意味なかったね。とりあえずやられなかったわ。え、これでも何ターンだった今。これでも良かったってことだよね、じゃあね。まあいいや。これまあ連続してここはできるけど、仲間入るわけじゃないもんね、これね。はい。じゃあ今回はここで終わりたいと思います。まあ3回かかったけど、まあ上手い人だったら1回でいけんでしょうけどね。まあ自分上手くないので、それだけ分かった体でね、ご視聴いただければいいかと思います。ね、何回も何回もやらないと多分自分無理なんで。入んないね、ここもね。はい。ということで、まあ半分終わったんですけど、残り半分次回またやっていきたいと思いますので、まあこんな感じでね、まあ埋めていってると思っていただければいいかと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。